はい、どうも、ケイキュンです。今日ですね、週の章、縛りプレイ続きやっていきましょう。戦うことできるのはグランゾンのみ。今回なんですが、グランゾン出てきません。まあ出てこないというか、戦いでは出てこないです。今回週の出番はありません。ここ逃げればいいだけなんですが、モニカ落ちるかもしれないです。サフィーネでちょっと釣った方がいいかもね。まずはこいつらが動いてくる。これも一旦目から動いてきたかな。まずこっちかな。で、まあこの辺に置いとこうか。終了。一旦目から動いてきたね。こっち、そうやね、ここまで来る。はい、これで終了。こいつらこっち来ましたね。はい、終了。動いてきたね。とりあえず逃げる。で、サフィーネこっち行こうか。さあ、モニカピンチ。逃げろ。はい、終了。今ターン6です。攻撃飛んでくるけど、ここにしましょう。で、こっち、はい、逃げます。で、逃げる。終了。うまくいきましたね。次行きます。ここは会話だけっすね。テリウスの決意。はい、で、周についていくよと。
はい、次いきます。特訓開始。で、このマップなんですが、テリウス使わないといけないです。レベル25になったら終わりです。今のテリウスがレベル20。はい、終了。回復して。まあ、終了っすかね。努力使って倒しましょう。ひらめき。はい、努力使って倒しましょう。終了。じゃあ行くよ。全て倒したんですが、レベル25になってないのでもう一回です。特訓開始。ちょっと強化パーツつけとくか。はい、行きましょう。最初の位置はここのはいいね。こっちの方が。23。まあ気合一発いっときましょう。はい、終了。はい、終了。
で、努力。倒します。じゃあ行くよ。これでレベル25です。なんで僕がこんなことが。特訓終了。ひどいじゃないか。でもだいぶ強くなったよ。ということで今回ここまでご視聴ありがとうございました。